忘れた。ね、あそこ取らんだら、もう。いやいや、楽しいですよ。だってあの子がそれ やってくれたら、面白そうとあれも教えちゃうからな、ガヤの。これこれこれ。あれどこ行った？あれ？あ、これこれこれ。これはね、あれ、メールの方で一回教えたんだけど、どうかな、伝わってるかな。これ教えてね、スコットランドで流行らそうよ、これ。面白いじゃないの？スコットランドでこんなことやんねえでしょ、多分。やってねえと思うよ。だから結構ね、面白いことできます、これから。ここも国際的になってきますよ。外人いっぱい来るから。それとあの、ほら、リサかあの、リズだかリサさん。あれがね、ナオボーがね、あの、英語じゃない、フランス語かな、なんかあれ、わかればいいんだけど。ねえ、そうすれば、一発であれ治っちゃうんだけどね。あれこそ惜しいよね。うん、まあ、そのうち、なんとか来るでしょう。あ、サリさんね。サリさん。だから、なんかね、今月は面白く展開していくでしょう。これも多分早く展開するんじゃないかな。はいはい。結果はどうなるかそれはわかんないけど。心臓のことも教えてあげてよ。向こうで心臓が悪いのを、あの、これ使って、ね、使って直したら面白いよ。はいはい。あの子だったらできるでしょ、多分。ちょっと教えればできるよ。ヒーラーやってんだから。こうしたらすごいよ。スコットランドで、ね、心臓病をほら、リサさんが、あ、サーリーさんが、あ、リサさんか。専属で、波動で、俺ね、波動で直しちゃうなったら、あれものすごくなっちゃうだろうね、おそらく。ああ。多分すごいだろうね。おそらくね、あっちでね、治療の波動を使うやつはいねえんじゃないかな。だから、リサさんがどこまでできるか、だよね。あの、ヒーラーっていうのはただほら、送るだけでしょ。だから、あそこに波動をどう使うかだよな。それが分かれば面白いんだけどね。その、ヒーラーでほら、なんていうの、送るだけだとほら、治療はできないから。どうだろうね。そこのとこちょっと知りたいね。そしたら、かなり面白い展開になりますよ。すぐ国際的になりますよ、それ。あっちでね、波動でね、俺みたいに中潜り込んでやる人いないと思うよ。だから、それをリサさんが覚えてくれたら、できればいいんだよな。そしたらちょっとコツを知ればできちゃうから。そしたら向こうでね、絶対いないですよ。あの、なんていうの？なんていうんだっけ？波動じゃない。フィーラーっていうのはただほら、こうやって送ってるだけでしょ？相手が結局癒されて治っていくと。だけど結局癒されだけじゃ治んないんですよ。体の中入り込まないと。それで中ガリガリ引っかき回すと邪気が出てくるから、さーって流しただけじゃ、おそらくね、中のね、毒ガスまで出ていかないんじゃねえかな。引っかき回して水飴でこうして拾ってくれば、あと捨てちゃいいが出口からね。それやれば一番いいんじゃないかなと思うんだけど。だからそれをほら、自分の治療院でやるのはできると思うけど、波動調整でどうかな。やる人おそらくいねえんじゃねえの。はいはい。さゆらさんなんですか？競争になっちゃったんですか？すごいね。まあ、面白いですよね。だから楽しみですよ。外人さんが来たから、これは面白いなと思って。で、ヒーラーだからなお面白いね。こっちの言うことを大体通じるからね。で、こちらが知るって多分理解できるから。多分できるでしょ。ルーさん、わかんないでしょ。アルミホイルがなんでいいんですかって。
ここのみんなに聞いてみな。メールでやり取りしてみな。アルミホイルがどれだけ効くなんて、みんな、俺よりみんなが実際聞いてる人に聞いたらいいんじゃない？俺はこうやったらいいよってみんなに言ってるだけだけど、実際聞いてる人がいっぱいいるから、その人を探して聞いてみな。もう直に病気が治ってるの、それが生に聞こえるよ。なんでいいんですかって、俺に聞くよりもっと言うのさ。ここにいろんな人いるから、実際アルミホイルで、え、安眠病が治ってる人がいっぱいいるから、治りつつ人もいるんだよ。料理作るには必修だね。これじゃちょっと料理はできないね。これは料理はちょっとできないな、こう。ね。これのいいとこ分かるでしょ。統合失調症治るの知ってる？みんな知らねえでしょ。統合失調症治るんですよ。ルンさんは非公開？あ、そうなの？ルンさん非公開？あ、じゃあダメだ。じゃあお話できねえ。これこれ。これで統合失調症が治るっていうこと分かんないでしょ。なんで治るか。治っちゃうんですよ、これで。治るっていうか、ね、統合失調症に移動しないようにできるんですよ。みんなね、アジナ開くでしょ。そうすると面白半分で遊びで使うじゃない。それでみんな、エネルギーがそこ入りすぎちゃう。そうすると、お前転おかしくなる。見すぎちゃうんですよ。アジナっていうのは見るチャクラだから。で、覗きに行って、いろんなとこを覗いているわけ。そのうちここが閉じなくなっちゃう。で、一時的に閉じるのね、これをね、こう打ってね、ここにこう、こういうだけ。これでね、アジナが閉じちゃうなんて、信じられますか、皆さん。アジナが開いてどうしようもない人、これやってみな。これを作って、作り方は俺のページに出てるから、YouTube に出てるから、それをこう蓋して、こう蓋もしなくていいよ。こうやって、ここをこうやってるだけ。これでね、アジナが開いてるのが見えなくなる。わかる？こうずっとこれできないでしょ？じゃあどうしたらいい？簡単ですよ。これを外して、ここに針をこうやってシュッと打つの。ピコン！これで閉じちゃう。わかります？だから、それで悩んでる人、まずこれで実験する。この中に入ってるのはアルミホイル。あれ？どこ行った？あら、落っこっちゃった。これこれこれね、アルミホイル。これこう、これでいいの。これね、ここだけで見えなくなった。だけど、結果的には閉じないよね。だからずーっとやってりゃ閉じるかもしれない。あのタオルの色は星の色。だからこれこれこれ。これ五行覚えりゃいいわけ。これ覚えりゃ簡単。これバカでもちょんでも覚えられる。小学生に教えたってこんなもんできる。ね。この5つの色の中入ってるんですよ、みんなが。わかります？だから火星、私は土星だから黄色。だからこれ黄色で作ってる。わかりますね。昨日この講習会やったけど、みんな聞きにくく来た人はわかる。わかりますね。それで、これでね、どういうことができるかっていうとね、これを使って、創生創国でね、相手を痛めつけることもできるし、相手を喜ばすこともできるんですよ、これ。例えばね、この人がここを喜ばすのには簡単でしょ？親星、子星だから、こっから、いい子いい子ってエネルギー流せばいいわけね。喜んじゃう。で、ここがまたいい子いい子、みんないい子いい子ってこう戻ってくる。そういうアイテムなんです、これがね。これ、陰陽五行説って、これは、鍼灸師になる場合は、これ知らないができないの。あ、できないじゃ国家試験が受からないの。これが鍼灸師の場合は文章で書いてあるんですよ。で、ここで金星は何々って文章で書いてあるとみんなわかんないでしょ。だから、こうやって丸めて、こうはね、こうやって創生創国で書いてあるわけ。これでね、どういうことができるかって言うとね、当て馬1、当て馬2、当て馬3って。人を使って相手を落とすことができる。
人を使って相手を喜ばすことができる。この創世創国を使うんですよ。この講習会またやりますから来てください。これ覚えておくと絶対に得。わかります？それとあと丹田の開け閉め。わかりますね。丹田を閉めればエネルギーは入りません。嫌なことも入りません。丹田を開けっぱなしだと嫌なこと入っちゃう。だから要するに、アジナが開きっぱなしだといろんなこと入っちゃう。黄色は電気、白は飛行で。いや、それは理屈がわかんないからそう言ってるの。だから、これがわかれば、黄色は黄色って。黄色色なんで黄色とアルミホイルの作ったのですが、腰から下は白で。いや、あなた黄色い。白で作れ、なおいいよ。腰から下を白にして、なおいい。だけど、あなた黄色だからね、ここ親星赤、小星が白。だから、腰から下にやる場合、例えば足、膝かなんか行かれた時は白でやった方が、なおいいっていうわけ。わかる？これが応用なのね。だから、黄色でいいんですよ。あなたは、梅さんは八白土星かなんでしょ？黄色で十分なんです。だけど、白で作ればなおいいと。足には。足の方をここに巻いたらダメよ。胸のとこやっちゃう。胸ね。わかりますね？ゆうけいさん何よ、これ、ちょっと待って。あれ、どこ行っちゃったな。あれ？これか。ゆうけいさんが何？2006年。あ、若いんだね、あなた。2006年。ちょっと待ってね、今。こう真っ暗だから。よこしょ。2006年ですか。三匹木星。UKさん、三匹木星。あ、だからあれか。自分が分かっちゃいけないから、入れねえようになってるの。まあいいや、なんでもいいや。三匹木星。どこ行った色は？あれ？あ、ここ、ここ。ここだよ、ここ、ここ。木。親星が黒。子星が赤。だから、緑をあなたの種にする。で、あなたの嫌いな色は白。これが好きだったらあなたはどっかおかしくなってる、体が。それはなぜかというとね、相国つってね、いじめに行くの。こんな野郎頭きたって、金星が木星のとこ行くんだよね。こんな野郎ぶっ潰してやるぞって来るわけ。ところが木星が弱ってるのを感知する、これが。そうすると、あれ木星さん弱ってるな。じゃあ助けてあげようってなっちゃう星なの、ここは。わかりますね？そうすると、あなたは、じゃあ、助けてくださいって弱ってるから言うわけ。って言うと、好きになっちゃうわけ、ここは。ところが、あなたが健康な時、こんな野郎ってきたら、うるせえな、向こう行けって、おっ飛ばしちゃう。そういう関係なんですよ、白は。だから、あなたは、白をコントロールうまくする。わかりますね？はい。そういうこと。わかった？これだけでいいかな。話の途中ですね。子供、いいや、子供でも何でもいいよ。ここは大人だから子供関係ないから。わかった？それで、子供だったら高校生だろ？あなたお前開いてみろ、お前。これはお前教えて、俺が教えてあなた開いたらお前。学校で前、人気者になっちゃうぞ、お前。これができちゃうぞ、これが。波動調整が。まあそんなことは余計なことだけどね。まあ健康的にはいいから。わかりました。そういうことです。はい、終わり。勉強しなきゃダメよ、UKさん。こんなことばかりやっちゃダメよ。勉強もそうだぞ。高校生だろ？高校3年生だろ？ 2 年生か。まあいいや、どっちでもいいけど、勉強しなさいよ。こればかりで遊んでちゃダメよ。また、夜はもう10時か11時に寝て、面白いからって、これ、俺の番組見ててもいいけど。あ、子供が高校生。ああ、了解了解。ごめんなさい。どうも失礼しました。あ、子供が高校生。あ、了解しました。どうもすみません。じゃあ、ゆうけさん大人なんだね。あ、じゃあ、今の説明でわかりますね。はいはい。そういうことです。じゃあ、あんまり煽って言われたよ。変なことを教えるとやばいからやめたいよ。
はいはい。はい、そういうことね。はい、バイバイ。あれ、どこまで行ってたんだっけ？誰がなんか質問してたね。あ？あ、質問じゃねえんだ。あ、次どうしようかっていうことをやってたわけね。はいはい。で、これを作ってください、皆さん。あ、そうそう。アジナが開くと大変だっていうの。ね。アジナは開かない方がいいからね。あ、開くんだったら穴旗開いてください。アジナが開いちゃってどうしようもないときは、こうやってください。これで見えなくなります。どうしてもダメだったらうち来てください。無料で閉じてあげます。こう針打ていい、ポンって。針1本5円だから、10円で、これでピコン、終わり。わかりました？でも来る人誰もいないね。何人か電話かかってきたよ。北海道の人が、女の方、もう苦しくてどうしよう、見えてどうしようもねえって。だからこれ教えてあげたよな。これでこうやれって教えてあげた。じゃあ本当に見えないですって言ったよ。嬉しいって。じゃあよかったねって。で、じゃあ来ればいいって言ったら、今お金ないですから、年金じゃねえ、なんだっけ、障害者っていうの、障害年金からもらって生活してるの。だから、うつでほら、届け出してるから。うん。だから、お金貯まったら行きますって。あれ、1月頃だな。もうお金貯まってるじゃない？ここやしね。あ、じゃあ治っちゃったんじゃないの？俺もこれでこう閉じて、毎日こうやってたら見えなくなったんじゃないの？まあそれはそれでいいよね。見えないんだから。だからね、その結果を教えてほしいんだよな。先生、おかげさまでずっとね、これをこうやってましたと。え？ずっとやってましたよと。そうしたらね、ある日突然見えなくなりました。本当に先生ありがとうございますっていう結果を教えてもらいたいんだよな、そのほら。こっちがいろんなことを教えてやってもほら、その結果言ってくんねえから、どうなっと、まさかそれを、これ、追っかけはできないですよ、それの。だからここでやってるとみんな結果が出るから私やりたいんですよ。どんどんいい結果出してくれるから、みんなが。だからこっちはやる気がバンバンですよ。みんなが治らねえってやる気なくなっちゃうんだけど、なんか知らねえけど良くなってくじゃない。だからやる気出ちゃいますよ。もっとやろう、もっとやろうとなっちゃう。だから、2時頃までやってるんですよ。そんなじじいいないですよ。70なんですよ、私。朝から晩までこう、手振ってるとかって。こんなじいさん見たことないでしょ。今日はここはあんまり振らないけどね。朝から晩までこう振ってんだよ。少なくとも3時間以上はこう、手振ってるでしょ。連続に。こんなこと普通できないってみんな言うね。くたぶれちゃうって。俺、それもこっち、とっかえないでこっちやってる。こっちの手ね、ちょっとね、肩が痛いっていうのなんだか知らないけど。まあ、普段動かしても大丈夫なんですよね。腱鞘炎にならないね、こんな動かしてね。なんだろうね。逆に調子がいいよ、こう手が。どこも痛くねえ、こうやっても。少なくとも1日3時間以上を連続で動かしたんだ、こうやって。こう手上げて、こう肩、で首バリバリね。だけどね、コツがあるんですよ。こうやってね、こう持ち上げるんですよね。カーンと落とすんですよ。ポキンってこう言うんですよ。いいかい？聞こえないかな？こうやってポカンってすんだん落ちちゃうんですって。なんだか知らない。それを見つけたのね。だから、あ、肩こってなって、こう肩上げるんですよね、こうやって。で、このまま、スコーンと落とすの。カーンって。そう、ポキって言うから。そうすると、ヒュッと治っちゃう。だからこれできるんじゃないかな。ここバリバリになるよ、本当に。これやってみな、1時間こうやって手振ってしみな。ここバリバリになるから。あ、こんなことやりたくねえって絶対なる、誰でも。で、こうってきたら、こうやってピコーンと落とすと、パカンって取れる。だから肩凝ってる人、両方やってみなくて、コーンってやると、肩凝りポンと取れるよ。で、これ肩凝りも応用できるんじゃないかな、多分。自分でできる。アイテム2になるんじゃないですかね。で、あとは、これね。これ本当に重宝ですよ。下手すると、ED でも良くなるんじゃないの？これ乗っけとけば。それはまあ、実験したことないからね。はい。それは誰か出てきて、教えてあげて、やってみて、結果が出れば、またご報告します。はいはい。
もう心臓病は完全に良くなります。心臓はほとんど悪くないんです。はい、心臓手術するでしょ？あれ、医学的に全然悪くないんですよ。大丈夫なんですよ。ガチッと。どうして悪くないか。簡単なんです。外部裏に穴開いてた。それだけ。いや、これ本当なんだよ。いやいや、本当にね、三例確実にいい方に向いてるんだよ。はい。それ一番最初にあれ、来たのが、ミッキーエイトって女の子。女の子が夜電話がってたの。で、私はこのほら、チャクラの話いっぱいしてたでしょ？あの、TikTok で。そしたら先生ね、私ね、100円とアジナ開きっぱなし。じゃあ毎日見えちゃって見えちゃうんです。いや、もう嫌です。もうどうしようもないって。なんかいろんなもん見えちゃう。じゃあお前見てみろって。北海道どんな天気って。今、北海道はね、雪じゃないで、あのね、雨も降ってませんなんて。見えるんだって、本当に。いや、俺はわかんねえよ。それ嘘か、本当か。ね。これで、ここ見えちゃうからどうしたらいいかってさ、じゃあこれやれって。これもね、ひょいってやらしたの。見えない。あれ、それで、これないんだよ。ないんですよ。ないからどうしたかって言うとね、携帯で、これ携帯。これの、プラスチックじゃない、鉄道の携帯だったかな。なんか鉄道なんか物ねえかって言ったら、これ携帯鉄道できてる。じゃあこれをね、ここにこうやれって言ったら、先生見えないって。こんなんでも、この、鉄だったら反射するから、見えませんって。楽です。ああ、これ、アジナは、これで、これやれ、ナオイってのがあってね。で、百円がと開いてるの、こうやって。ああ、大丈夫です。なんか、閉じたみたいって。こんなんできたのね。ああ、面白いね。それで、話を1時間ぐらいしたの。したら、先生ね、なんか、やっぱあれだな、どうしたの？なんか心臓がね、チクチクする。なんかやっぱおかしいの。何？心臓悪いの？と、はい、実は、私、アメリカ行って、心臓手術して、弁膜症をなんか取っ替えたんだって。で、どうしてやったらなんか心臓が悪いからって。その人は、霊的なことをいろんなことをやってる人じゃないの。ミッキーエイトだから、行ってもね、多分あいつ、あの、なんだ、あの、ローカルズしかやんないから入り込めないと思うけど。で、その子が夜来て、来てじゃない、電話で、LINE で話してて、終わりがきらに先生ね、心臓もなんかおかしい。なんでそんな早く言ってくんねえよ、なぜ。いや、それはまあ、ああだこうだしてて。心臓悪いことどうしたのって言ったら、アメリカ行ってなんか手術して帰ってきたの。ほいで、なんかおかしいから、日本の医者行っても、どこも異常ありません。最高の状態です。だから、なんかチクチクおかしい、なんか気持ち悪い。あ、そう？じゃあ、さっきのこれやってみよう。これでやってみたの。ピッと、止まっちゃった。痛いのが。痛いのがピタッと止まっちゃったんだ。気持ち悪くねえんだよ。もうこれ、アルミじゃないけど、鉄かなんかできたら、あんしょ、鉄っていうか、アルミが入ってるかなんだか知らないけど、でこうやってピタッと止まっちゃった。あらまって。じゃあね、ミッキーエイトに行ったんですよ。これ作れって。そしたらミッキーエイト作ったじゃないの？それから直っちゃったじゃないの？それから俺のとこ来ないから。うん。それが第1回目。あ、心臓に当てると治るんだな。で、いろいろこういう波動調整やったでしょ。なかなか心臓悪いって言わないんだよね。言わないで終わっちゃう人もいっぱいいたよ。で、こうやってて、なんかおかしいんだよ。なんかこれおかしいな。なんか普通じゃねえな。治らねえな。どうして流れねえんだろうな。結局ほら、心臓の値が 100% 動いてねえから、気血も悪いから気が入らねえの。波動も入らねえんですよ。ちょっとは入るけど、普通じゃねえんだよ。おかしいな、これなんで入らねえんだよ。で、ある日、ね、おめえ心臓悪くねえ。はい、悪いです。ここで。はい、おしまいって。もう今おしまい。アルミホイル持ってこいって。なんでですか？いいから、なんでもいいから、アルミホイル持ってこい！で、持ってこれじゃないよ、アルミホイルを。持ってきたのね。これ、これ。これを持ってきたんです。何するんですか？なんでもいいから、心臓に当てる。どんな気持ち？楽ですっていうの。全然違います。痛みも何もありませんって。いや、これはやっぱ心臓に穴開いてると。心臓じゃないですよ。心臓の外部裏に穴開いてると、結局、免疫が下がっちゃうんですよ。わかる？あ、テープ取っとけばともいい。免疫が下がっちゃうんですよ。
下がるから心臓が 100% 働かないから血流が悪くなる。血流が悪くなると暴走ロップが壊れる。壊れるとどういうことが起きる、ね、痛みとして現れる、ね、それで他のとこまだ痛いんですよ、ね、体まだまだ痛いんですよ。なかなか抜けていかないの。入り口あってやっと抜けるの、ね、それは心臓の値の免疫力が 100% じゃないから、心臓が 100% で動いてないからは、いくら波動をグイグイ送っても入らないんです。いや、おかしいね、これ、こんなわけね、って言ったら心臓悪いです。おいで、これつけたらピターン。他のとこがサーって良くなっちゃう。何にもそれ調整しなくても、どんどん良くなっちゃう。わかります？そりゃそうでしょ？今まで70しか動かないの、100動いてない。30% の免疫一気に上がるんだ。血流が一気にバーって上がるじゃない。そうすれば各部の五臓六腑が一気に働くわけで、ガーンって。五臓六腑が全部働いちゃうの。心臓がいかれると五臓六腑全部いかれていくの。ほら、あれが心臓で、血流を送ってるから肺もいいんだよ。肺もおかしくなるのね。呼吸がダメになる。そうするとそこら中がガガガガ壊れてる。ね、だから、心臓が一気にバーンと上がったから、他が一気に免疫がガーッと上がる。一気にバーって治っちゃう。なんでもないよ。もうやんなくても、あ、なんか調子いいですって。だから、その時驚いたね。いや、これ心臓ってのはすごい大事なんだろ。もちろん心臓大事ですよ。あとまた死んじゃうから、ね。で、心臓が大事じゃないんだよ。心臓は正常に大体みんな動いてる。大事なのは、外部裏の穴なんですよ。穴。他の穴じゃないですよ。他にも穴いっぱい開いてますね。この、あ、そういうとだんだんやばいくなる。穴が開いてるわけ、どっかにね。それが、たまたま心臓のとこが開いてた。で、それをアルミで塞いだ。免疫が逃げない。心臓の穴、で、心臓のとこの穴から免疫力がにこう来るの。アルミがないと出ていっちゃう。はい、さようなる。愛ちゃんは太郎の嫁になるって、太郎さんとこ行っちゃうんですよ、心臓の免疫力は。ところがそこにストップがあるの。いがさねえぞ。太郎のとこいがさねえぞって、ここはやるわけ。ヒューってくるわけ。ぶつかるわけ。トン。ぶつかったから、その、しょうがないから、変えるわけ。自己免疫療法。ね。自分の免疫で、自分を治すんですよ。こう、出てくるでしょ？ポコンと当たる。意外ねえから、しょうがないから戻るわけ。だから、一気に心臓が良くなっちゃう。だって、出てっちゃうのに弱くなる。出てっちゃうと戻ってくるんだから。だから、免疫が下がんねえんですよ。どんどん上がっていくんですよ。自己免疫療法っていうの。で、これがアイテム1。それを見つけたわけ。で、これやってるやつ誰もいない。おそらく日本中でこれやってる人いないでしょ。この話他にしてみな。知ってる人誰もいないから。医者に言ったらお前バカだって言われるけどね。だって治っちゃうんだ心臓が。これ貼っただけで。そんなことありえないんですよ。だけどありえるんですよ。エネルギーだから出てっちゃったら終わりなんですよ。それを戻すのはできないです、医学で。できない人は薬だったら出ていっちゃうんですよ。薬いくら飲ましたって、穴開いたら出ていっちゃう。スースースース。だから医者行って薬飲んだら何やんなもんねん。ところがそれを貼り付けたら、ピタッて止まって治っちゃう。これは革命的なことでしょ？だからこれ誰か、これで、あれだよ。なんだ？あれでも取れいいじゃない。パテントでも。それで、どっかで売り出してみな。結構売れんじゃねえの？これを綺麗に作ればね、もっとかっこよく。で、陰陽のマークかなんか書いてね、波動調整ズックなんて言ったら、1000円ぐらいでこれは売れるでしょ。100円でできちゃう。だから、これをね、みんなに言ってほしいんですよ。世界中の人に。だから日本で、これやってんの俺だけじゃねえの？これをやれって言ってんの。他で聞いたことないでしょ、みんな。だから、皆さんこれ聞いたら、みんなに言ってくれ。それで確信して、配信をバンバンやって、日本中に広げてくれ。そうすると、心臓病で悩んでる人が、みんな治っちゃう。お医者さん困る。ただ、お医者さんは、悪いとこを治せんですよ、心臓の。でも、治しても、穴開いてたらダメなんですよ。外部オーラに。わかりますよね？
だから皆さんね、ここ何人見てるかな？ 9 人、12人少ねえな。だけど、通過した何人？722人が通過したけど、残念ですね、これ知ってるのは。50人見てねえだろうな。50人は見てないね。せいぜい、まあ見てて20人。20人の人に頼みます。これを悪い人に使ってください。これ、10円、アルミはいくらそんなもん、10円もしねえだろ。それで、これだけじゃペラペラだ。だから、これを作ってください。これ。で、そこに色を入れて作ってください。これ、お願いします。どんどん発信してください。発信は自由です。ね、金儲けするのも自由です。儲けたい人は、これでどんどん儲けてください。ね、それで発信もしてください。以上です。いや、これ言うのくたびれた。あ、これだけ言ったらさっぱりした。はい、次の方。どんどん言ってね。言うんですよ。それで、あなたが見つけたでも何でもいいですから、どんどん人に言いましょう。あれ。はい。こんなことを言ったらいいんかな、拡張します。はい。いちごさん、拡張してください。どんどん、遠慮なしに自分が発明したでも何でもいいですよ。どんどん拡張してください。それが私の使命です。お願いします。やってみて、ああ、ルンルンさん、お願いします。やってください。頼みます。どんどんやってください。これで金儲けしてもいいですよ。これで、どっかで売ってもいいですよ。自分で作って。何しろ人に言ってください。どんどん。拡張をどんどんしてください。はい。特に整体師とか、そういう人がこれ使ったら最高です。穴開いてちゃ、いくら整体しても戻っちゃう。ありますね。針師でもそう。いくら針ポンポン打っても穴開いたら戻っちゃう。医者でもそう。いくらいい治療しても穴開いたら戻っちゃう。お医者さんに言って言っちゃダメよ。バカだって言われるから。私の主治医に言ったら、ね、いやー、神崎さん、って何も言わなかったから、患者だから。面白いから何て言うかな、試してみたんですよ。こうやってやるとね、先生、心臓病も治っちゃうんですよ。事実ね、治ってるんですよって言ったらね、神崎さん、って答え言わなかったね。利口だね、その人が変なこと言ったら、あの先生こう言ったなんて俺言ったら偉いことだ。だから医者には言わない方がいいよね。はい。整体師には言って、ちょっと整体師怒るかもしれないけど、陰でこっそり使うかもしれないよ。整体でも知ってる人はまずいない。俺が教えたやつは大抵知ってる。知らない人は知らない。おそらく日本中で知ってるの誰もいないよ。こんな噂出たことない。新聞にも載ったことない。SNS で騒いだことない。SNS で発信して、一発で日本中に広まる。心臓病が治るから。治んなきゃやってみる。治る。良くなるんですよ。免疫が上がるから。心臓は良くならないし言っとくけど。悪くなった心臓は良くなりませんよ。それはお医者さんに行って完璧にする。ね。完璧にしても、どうしても治らないっていうのは穴があるんです。だから普通完璧にすると穴ない人は治っちゃうんですよ。ね、ところが穴が開いてる人は絶対治らないんですよ。どんなに名医が完璧に治しても外部オーラに穴が開いたら絶対にダメです。今までそうなん。ね、医者行って何でもない。だけどチクチクする。どうしようも痛くてしょうがない。アルミホイルピタン止まっちゃう。それで、それを強制的に治すのが音叉。鳴らしますよ。皆さんこれ聞くと、心臓じゃなく他のところ痛くて穴開いてる人一時的に治りかい？ほーら、どうですか？穴開いてる人は、はい、閉じました。心臓病じゃなく、腰痛で穴開いてる人も良くなります。音叉、これ528です。これが、心臓の、なんだっけ、心臓なんとかするっていう。
周波数だそうです。心臓っていうのはね、こうくっついてるんですよね。ねじれてるの。こうねじれて正常なんですよ。それが何かの拍子にクッと戻っちゃうの、真っ平ら。そこから免疫が起こってくるんですよね。いや、それよく知りませんよ。それは重さがスッと瞬間的に曲がるらしい。これも俺はよく知らないよ。ただ、なんか調べてみればそう載ってるから。心臓を構築する音だそうです。わかりますね。あとは知りません。だけどこれやると穴が閉じるんですよ。これで穴見っけるんですよ。見っけただけじゃダメですよね。その穴を閉じるのがこれなんですよ。これで閉じる。それで、それを強制的に閉じるのはこれだ。で、これをずっとつけてると、免疫が上がって自然に穴が閉じます。ずっと半月もつけてれば自然に閉じます。で、これつけながら、これをチンチン鳴らしながらスライスする心臓のとこ。そしたら2週間ぐらいで完璧に良くなるでしょう。で、これも拡散してください。どんどん。わかります？そう、今度医者がびっくりするでしょう。だから医学革命じゃないけど、起きるんですよ、それが。これで。こんな、ふんどしみたいな一丁で、これで。だから、あれと同じなんですよ。ドイツの壁が壊れたでしょ？あれ、一箇所壊れたら、ズワーって壊れちゃったでしょ？あれと同じ結果が、これで日本中で起きるんだよ。だから、それは、俺じゃないんだよ。みんながやれ、起きちゃうの。ドイツの壁が壊れたでしょ？あれ、なんか一箇所壊れて、連鎖的にバーっていっちゃったでしょ？あれと同じく、結果が、これで起きるんです。日本中で。これ、アルミホールで。それは誰にかかってる？皆さんの発信にかかってるの。わかります。よろしくお願いします。いや、これテープに、あ、いや、テープ取れるわ。この動画を取れるんだから。よろしくお願いしますね。はい、はい。ふわふわさん、お願いね。ここ来た人は頼むよ。OC さん頼むよ。ゲストで入ってる人頼むよ。はいはい。みんなにお願いしまーす。はい。具合悪かったらいいですよ。直します、私が。その代わり、ね。これ、みんなに宣伝して、まあ、なんだっけ。日本全国でこれやるようにしましょう。はい。どうですか？ 100 円でできるからね。100円で心臓が治る。こんなこと信じられない。やってみて損はない。100円だから。ダメだったらやめればいいです。やめる必要はない。結果出てるから。わかりました？はい。いいですね。バンバンやりましょうね。はいはい。どうですか？楽しいでしょう、ここは。ここは無償だから何もしないし、お金いらないんですよ。別にお金必要性ないから。ね。だからいろんな人連れてきて、ここは波動調整無料ですから、どんな難しいんでも何とか頑張ってやりますから。はい。その代わりできない時もあるから、それは勘弁してね。はい。でも今まで、それは、2例か3例あるかな。150ぐらいやってます、いろんな人。ほとんど良くなってる、これで。っていうことは、波動は、ね、治療に使えるっていうのが分かってきたわけ。これで遠隔療法は、治療に効くっていうのが分かってきたわけ。だからこれも、真似してやってほしいわけ。波動をね。ただこれだけじゃ、おそらく上目だからダメでしょう。中に入り込む方法を覚えてほしいの。で、あっちこっちかき回して、邪気を出す方法。そうすると多分、いいんじゃないかな。はいはい。わかんなかったら、私のとこ来てください。直に教えてあげます。お金いりません。一銭もいらないです。穴開けばそれで終わり。で、かき回すやり方は、
あの、経絡のことちょっと覚えりゃできる。あれ、経絡ちょっと覚えてないとダメね。都合は必要ないけど、経絡でどこの筋肉あってどうやってやるとっていうのは分かると楽にできるね。だから、鍼灸師がこの、これ覚えたら最高なんだよな。鍼灸の学生、誰かこういねえかな。鍼灸の学生呼んできなよ。そしたら、教えてあげるから。で、ちょっと、へんてこなやり方で、引用の五行説で、面白い実験をできますから。三人いるとできるでしょ。男と女引っ張りっこする。え、常識で、常識で言えば女負ける。ね。男が勝つでしょ。大体。女強いのもいるけど、大体男が勝ちますよね。ところが女の後ろに A さんっていう女、誰でもいいんだけない。五行の流れの A さんをちょいと触るの。そうすると男がピュッと引っ張られちゃう。力が全然入らないの。それがさっきのこれなんですよ。五行の、陰陽の五行説の、これ、創生創国を使うと、ちょっと面白い遊びっていうか、なんかができるんですよね。男と女引っ張りっこ、だから男引っ張りっこする。そうするとどうするかっていうと、こう、ちょいとすると、引っ張れなくなっちゃう。これマジックみたいにそうやってると本当に。それも私のこのページの下行く。下行くと女と男、俺とばあちゃんでね、若くない40代のおばさんが座ってる男以外。男がこっち、女がこっち座ってる以外。この状態でいつかこっちを押す、スコンと倒れる。ね。ところが後ろに下がっていくと倒れなくなっちゃう。グイグイと。前に行くと、また倒れちゃう。だけど、そこで女が、なんていうことか、なんか思うと、絶対倒れない。まあ、それ見るとマジックだよ。おそらく。それがちゃんと乗ってるか見てみな。あと、引っ張りっこね。それは乗ってますから見てください。見たい人は。そうすると、今言ってることが、いや、本当にあるんだ。これも理解できるから。いや、これ覚えようって誰でもなるよ。だから、うちで母ちゃんと父ちゃん引っ張りっこする。父ちゃん勝つのは当たり前。そこに子供でもいいよ。ちょいと手乗っける。そこがミソなの。そうすると、父ちゃんが母ちゃんに引っ張られちゃう。こんなことありえないでしょ。だからありえないですよ。これ、この中に入れると。できちゃう。だから、人生の中でも人をコントロールできちゃうんですよ。っていうことは、ね。経営者がこれ知ったら鬼に金棒。それと指導者が知ったら鬼に金棒。それをここは無償で教えてるんですよ。こんないいとこ利用しなきゃいけないでしょ。ほら、どんどん宣伝してください、みんな。ただだ、ただだって言うとみんな来るから。金取るって言うと来ないから。ここはただだ、ただだって、これ教えてくれるって、どんどん宣伝してください。ボンボン人が集まるから。その時に、これも宣伝しちゃいましょうよ。わかります？これだけだとみんな来ないから。ね。ふんどし一丁だと来ないから。ね。波動治療がタダだと。それで、この五行も教えてくれるってみんなに宣伝して。ボンボン人が来るよ。それでタダでバンバンやる。ね。ビンビン治る。で、そこにこれを教える。こうしたらもう鬼にからもうみんな宣伝する。どうですか、こういう作戦は。これは何ていう作戦でしょうか。さっきのケディさんかな？ケディさんで誰だっけ、あの、なんとか作戦って。なんだっけ、忘れちゃったのか、あれ。イス塾の、なんだっけ、あれ。何塾だっけ。もうこう終わって、こうだ困るよね、本当に。すぐ忘れちゃうよ、こうやってね。あ、方向寺困るよね、本当に。すぐ忘れちゃうよ、こうやってね。あ、方向軸。あ、ケジさん、方向軸を、ね、これを何作戦と言いましょうか。こう、ただ作戦、ただ作戦じゃ面白くねえな。波動療法、無料作戦。何でもいいですよ。
バンバン呼んできて、無料でバンバンやりましょう。それでこれを教えちゃいましょう。目的はこれですよ。これを世界中に広めましょう。KD さんも一歩そこに力入れてください。あなたはそれで病気に何の病気したか、そこでバンバン言ってくださいよ。そうしたらみんな絶対信用するよね。俺が言うより、病気になった人がこれ使ってどうなったか言った方がいいの。だから KD さんなんて最高じゃないの。ね、あの病気持ってるでしょ、ほら。ほいで今、どんどん良くなってるでしょ。ほいで良くなるのも間違いなし。それをここでみんなにゴンゴン発言してください。わかりました？もうどっか行っちゃったかな。まあいいや。はい、そういうことで、7時になりましたから。いや、ちょっと私、腹減ったから飯食ってきます。6時半ですね。で、そういうことで皆さん、どうもありがとうございました。さよなら、バイバイ。また8時後からワンワンワンじゃん。わかんないよね。じゃあね、これ、児童さんね、これ、なんかこれ、いい、わかんなくていいですから。いいですか？じゃあ、どっか穴開いてるとこ探しましょう。外部オーラ信じてください。傘かぶるでしょ？傘かぶって上から雨降ると濡れないですよね。じゃあ傘に穴開いてたらびしょびしょになっちゃいますよね。だからそれを頭に入れて。じゃあ、柔道さんの周りに外部オーラ、これまあ外部の傘でもいいですよ。そのどっかに穴開いてたら水が入れば冷たいよね。じゃあ、そこからエネルギー入れればぬるあったかくなるから。はい。じゃあ行きますよ。はい。あなたの外部オーラから、外からエネルギーを送ってます。はい。波動を送ってます。いいですか？ありがとうは後でいいんですよ。波動を送ってます。ほら。どっか、体のどこでもいいですよ。お尻でも肩でも。そこどっか暖かくならないですか？ぬるーっと暖かいとこないですか？ほら。調子悪いとこの近くが、ぬわーんって暖かくなるから、ね、どっかないかな、ほら。ほら、頭、前、顔、ぐー、お腹、背中、ぐーっとほら、なんか、波動がいってる。これ、わからない？はい。調子が悪いでしょ？そうすると、外部オーラに必ず穴開いてますから。外部オーラは信じるしかない。そうするとそこからエネルギーがふわって入るんです、こうやって。入ると、ぬわっと、ああ、もう絶対入ってます。こう手に反応があったから。ほら、どっか、ぬわっと暖かくなるとこ。じゃあ、穴が小さいかもしれないね。はい。そしたらね、これやってみましょう、いいかい？本当は入らなきゃできないかもしれないけど、もしかしたらできるかも。手をね、こう握ってください。で、体を丸めてください。で、ぐーってしゃがんで、うわーって踏ん張ってください。そうすると、どっかスーッとね、例えば肩からスーッというか、なんかスーッて涼しいとこどっかあるかな？これね、内圧高くしなきゃわかんないんだけど、もしかしたらできるかもしれない。で、その穴が3日で簡単なんです、あとは。はい。わかんない？ちょっと、ゆっくりでいいからやって。スーとは風が出るみたいな。なんかそういうのが、肩とか頭とか、この辺、喉、お尻、へー出すんじゃないですよ。へーじゃないですからね。その、横、ケツ、どこでもいいです。足。どっかからスーってなんか、シューってガスが抜けるみたいなとこないですかね。あ、肩、オッケーオッケー。もうわかりました。いいっすよ。肩、スースー。じゃあ行きましょう。はいはい。右の肩でしょ？違いますか？コメント入れて。違ったらごめんなさい。どっちよ？あ、左、あ、外れちゃいましたね。今、デタラメ言ったから外れたでしょ。こういうこともあるんですよ。じゃあ左の肩意識していかい？はい、行くよ。左の肩から波動が入りますかい？ぬわーってなんか、ぬるあったかくなるかいかい？ 1、2の3。はい、ぬるあったかい。不安。はい、どうかな？この手よく見て。はい、こうやってると、
左からぬわーって入ります、ほら。あったかいのがぬわー。そういうチクチクするか、押されるか、なんか変化があります。ほら、どうかな？スーッと抜けてりゃ入りますから。必ず、スーッとしたとこがあれば、左の肩。あ、刺さる。あ、チクチク。オッケーオッケー。それでいいです。いいですか？チクチク、どんどんしていきますわ。あ、それが強くなります。いいかい？ぐいぐい強くなりますほら。はい。どうですかほら。意識を左肩する。手を見て、揉むよそこ。ぎゅうぎゅう左肩揉んでますほら。左脇の、脇の腰、え？左脇の腰が、腰のとこ感じちゃう？今肩から腰に来てる？あ、じゃあ腰悪いんじゃない？はいはい。じゃあ、今これエネルギーって今度腰がチクチク痛いでしょ。チク、え、どっち痛いの痛くないの？あら、あ、聞いちゃった。あらあらら。ちょっとくしゃめ取る。あれ？ごめんなさい。ちょっとしゃめ取っとかないとわかんなくなっちゃう。よいしょ。はい、オッケー。痛い、オッケー。ちょっと待って。あ、これじゃねえ。ごめんなさいね、アイコン。あ、これで OK。もうちょい待って、ちょっとね。よいしょ。これ大丈夫、すぐ治るから。はい、OK。あれ？はい、OK ですよ、はい。はい、続けましょう、はい。左脇の腰。今どうですか？あったかいのチクチクしてるのは。はい、どっちかな？痛みあります。OK ですよ。あ、痛いのね。あ、いいですよ。いつか、左の肩からなんか入るの分かるでしょ？がい、ほら。楽にな、どこが楽になったのほら。肩、腰。が、楽になりましたじゃ分かんないわけ。肩か腰、どっちなの？どっちでもいいの？楽になったとこ知れば、あと波動の送り方変えるなきゃいけないの。右腰楽になった。じゃあ上からなんか入ってる感じなの？それは。左の肩からなんか知らないけど、ぐわーって入ってきて、左の腰が楽になったわけ？ほら。ああ、OK。じゃあ行くよ。どんどん押すよ。左肩から。腰からガスが抜ける感じになるかないかい？いいよ。腰がスーッとなんか抜ける感じになるかな？右腰、それはいいの。左の腰が、左の腰が良くなったでしょ？そっからスーッとなんか抜ける感じしないかな？抜ける感じしない。で、腰が痛いのが止まった。おかしい。いいですか？左が止まって、右が止まった。じゃあいいですか？右意識して、左の肩から、エネルギーが入りますよ。それが右の腰に落ちていくのはわかるかな？右に行って右のとこがスーッとしない？おい。またチクチクするかどっちか、はい。左の肩。今、左の肩わかりますよね？なんとなくチクチク。じゃあ、なんとなくをチクチクすると思ってください。で、自分で自分に騙してください。あ、なんかチクチク右がする。あれ？なんかおかしい。なんか出てると思ってみな。はい。
左の肩から波動が入ってます。ぐいぐい。それが、右の腰にスーッと降りていく、ほら。それで、そこがなんとなく、チクチクか、あったかくなっちゃうかな、ほら。左はもう楽でしょ？あと右だけね。はい。背中は、意外？腰から出てくれると背中が抜けちゃうんだけど。ほら、右から出、なんか出ないかな、ほら。出せって思ってみな。そっからスッと出ると、今度、肩の邪気をスーって吸いながら、右から出ちゃうの。ちょっと肩が楽になるの。今まだ肩楽じゃないでしょ？楽じゃないでしょ？だけど、左の腰は楽でしょ？で、右の腰はまだダメでしょ？まだ、まだ、だから、その、右からなんか出ねえかな。右足悪くない？右の足。はい。右の足、捻挫かなんかしてない？じゃあいいや、腰意識しないでいいかい？悪いでしょ、ほら。ほら、右がほら。いいかい？じゃあ腰じゃないからいいかい？腰意識しないで、右の足意識してほら。はい。左の肩からエネルギー入ります。波動がググッと入ってきます。そうすると、意外？右の足にそれが降りていくのがわかるかな？はい、ぐー、はい、送った。右の足の先っぽにスーって降りていくのわかんないかな？はい。降りていく、ほら。右の足どこが悪いの？言葉で言って、そうする。ああ、わかる、オッケーオッケー。じゃあいいよ、それどこまで降りていく、それ言ってよ、ほら。もうちょいだ。はい、左の肩、波動が入ります、ぐっと。はい、降りてます、どんどん。はい、右の足に降りてきました、ほら。それがどこから出るか。スーッと出るとこ。足首割りで、そっから出ます、いいかい？スーッと、ほら。はい、今出たでしょう。スーッと今したでしょ、ほら。どう？足先、足首、スーッとしない、今。はい、オッケー。じゃあそっからどんどんスースー出す。意識をかけるともっと出るから、ほら。左の肩から今波動入ってます。はい、どんどん降りていって、これ後ろから行かないでしょ。前側から行ってでしょ。前側から行ってるから、まだ後ろ、肩、背中は重いでしょ。いいかい？どうかな？それちょっと言って。はいね。いいかい？チャンネル切り替えりかい？今度、後ろから下ろすから。よいしょ。これは後ろから降りた。ほら。背中から足の方の陰茎の後ろ肩に降りてるか。いいかい？ほーら。はい。今は、前側からスースー抜けたでしょ。足の表から、右の足。重いでしょ？右足の表から抜け、今度裏から抜けるから。意外？どこが重いの？足でしょ？重くていい。釣ってていい。もっと釣れ。どんどん釣れと思って。治る方向性に行ってるから大丈夫。はい。今、陽系からじゃ、陰系、後ろから、ほら、後ろから波動が腰じゃない。肩の後ろから背中からも、陰茎に流れてるか、陽茎じゃない方、足の後ろの方に流れてる。はい、どんどん流れる、ほら。そうすると、重いの治ったでしょ、釣ってるの治ったでしょ、ほら。結局、後ろの、流れが悪いの、前じゃないの。今、前側流れたから、ほら、前側が、右か。どっちだかお話した。右。今、どうですか？ほら。背中から肩楽になんない？ほら。どう？ほら。楽になるでしょ？ほら。後ろに流れたから。で、今流れてるのは、ね、足の裏側がスースー流れていくの分かるでしょ？
少し楽になった。じゃあどんどん裏から流してください、ほら。足の裏側からほら。裏なの。はじめは陽気で表から流れたの。だから足がヒリヒリしたとか、なんか言ったでしょ？重いし釣ってますって。ほら、外側が流れたから後ろが釣って感じるの。今、後ろに流したわけ、ほら。肩、右の、左の肩の後ろに流したわけ。と、特脈がいいの。あ、陽気だ。え？後ろ。あ、後ろは陰気か。まあ、それはどっちでもいいから。後ろ側に流したから、背中側が流れて、足の裏側に流れてったから、釣らないでしょ、ほら。釣ってないですよね。釣った感じしないでしょ？それは裏側から流れたから。はい、どんどん流す、ほら。もっと、流せ、流せ、流せ。ほら。左の肩の後ろから流れてる、ほら。そうすると、背中のこわばりが、肩、背中、ほら、その辺がなくなった、ほら。ほら。で、足の裏側に流れてる、それがどんどん。で、足の裏から下に逃げてる。スースーするでしょ。どうですか？スースーしない？自分でやっててわかんなくなっちゃった？かなり軽くなり、それは邪気が逃げてんの。かなりどこが軽くなったの？肩の背中。そうするとそこのとこをメリメリ剥がして下へ降りてるの。その降りてるのが足の裏から出て、裏から下の足から出てるわけ。背中楽でしょ？楽になるの当たり前。後ろから流れて、陰茎の足の裏側が陰茎なんですよ。胃中は、胃中ってもわかんねえな。不要ってもわかんねえでしょ？ツボ。かかとって上がるでしょ？足のかかと。かかとからスースー、スースー、風が吹くような冷たさがあるでしょ？今。どんどんそれは強くなる。ほら、どうですか？ありますでしょ？ほら。スースー、スースー流れてる。あれ、どんどん流す。もっと流す。がい？左の肩からエネルギー入った。はい。肩から後ろの背中。両方のとこに真ん中通って降りていくから、背中のこわばりがなくなってくる。そうすると、腰の、意外？右側が痛かったでしょ？はい。それもなくなってるでしょ、今。右の腰、メリメリ剥がされてない？中からこんな感じで、メリッと剥がされたのが右の足の裏側から逃げてるから。はい。これ、自分でわかんないでしょ、もう。腰痛くないでしょ、ほら。それは、後ろから気が入ったのが、ずっと背中通って、腰んとこ来て、腰も、そこの腰の毒を抜いて、それが、陽茎じゃなく陰茎の足の陰茎から後ろから流れてかかとに流れたの。痛くないでしょ腰。はい、どんどん肩から抜く。あ、肩から入れる。はい、どんどん入れる。はい、ほら、入るでしょほら。意外。後ろから背中からぐーっとケツんとこ来て腰の痛みを取って足の右足の裏から逃げてる。スーッと。それでかかとに逃げてる。ほら。腰痛くない。背中痛くないでしょ。ほら。どうですか？意外。これからもうちょっと違うことやりますよ。頭が痛い。まだいいよ。その頭の後ですぐ治るから。意外。今度いいですか？後ろじゃなくて前から流してください。ここ鎖骨のとこへ。左の肩から鎖骨に入るから。そこに落として、心臓を通して下に前に流す。そういう感じになってみな。
呼吸が楽になるから。多分あなたも心臓ちょっとおかしくない？ほら、前側から流してください。そうすると心臓のとこを取るから、右、左の肩の下が心臓。心臓だ、ここね、左の肩。ほら、心臓悪いね。はい、わかったよ。もう何もやらなくていいよ。わかりました。はい、じゃあアルミホイル持ってくる。これで解決。はい、いいですか？これ持ってきてください、アルミ。やっぱり心臓だろう。そう思ったよ、はじめ。おかしいなと思った。だけど、これね、周りをぐいぐい抜いたから逆に、アルミホイルありますか？アルミ。これ、今ないかな？これ、今即持ってくれば、即全体が一発で良くなる。足腰、なお、どうでもいい。これ、アルミホイルあるかないか、はい、即言う。なかったらないでいいから。ないです。じゃあね、今どこにいるの場所は？どこにいますか？自宅ですか？台所あるでしょ？台所ない。自宅じゃなかったら、あ、じゃあいいや。じゃあ、鍋の蓋かなんかねえか？鍋の蓋か、その、なんだ、この、フライパンのこの丸いの手がついたの。ね、それでもいい。え、何？アルミホイルですか？だから、なきゃしょうがねえから。フライパンない。フライパンか、鍋。このぐらいのでかい鍋の蓋。鍋あるでしょ、なんか煮物するときの。鍋はあります。じゃあその鍋持ってくんな。鍋を、でかい丸いの。はい、持ってきて、はい、急いで。持ってきたら言ってちょうだい。これ鍋で取れるかもしれないよ。持ってきた？意外。今、呼吸、心臓の動き、正常でしょ？息苦しくもないかな？今の感覚を忘れないでね、いいかい？覚えててよ。じゃあその鍋、これ鍋出すじゃ鍋。心臓のとこに、こう置いてください。それで、置いたら言って、心臓のとこ、こう、鍋蓋する。置いた？心臓があなたは悪いんでしょう。何の病気なの、心臓の。起きました。胃が気入れるよ。はい。体がどう？ふわーんって熱くならない？ほーら。なんか楽だなっていう感覚になりません？さっきと違うでしょ。鍋こう置いただけで。以前はまあ、じゃあ不整脈あるんだね。それが、すっとなんか楽になんない？ほーら。意外？右の肩腰も楽になってきたでしょ。ほーら、意外？そのままずっと続けるよ、意外？足が今度楽になってくる、ほら。腰も楽になってくるよ、ほら。免疫が逃げてないの、心臓の。戻ってるの、鍋の蓋にぶつかって。自己免疫療法ってのこれ。わかるかな？ほら、こうやってるとほら、少しじゃない、だんだん心まで楽になってきた、ほら。肩、なんでもないかい？頭、さっき痛かったろ？ほーら、どうなった？頭が痛くなくなってきたでしょ、ほら。ほーら。足なんてもう痛くない。体が、ふわーって、あったかくなってきたでしょ、ほら。どうですか？頭痛いでしょ、今。
免疫低いっていうのは、低いのは穴が開いてるだけだよ。今、穴を塞いだから、免疫は、こみかみが痛い、そっから、スースー、ガスが出てるでしょう、こめかみから。痛いとこから風が吹いて、外に出てるでしょう。どうかな、ほら。こめかみ痛くていいよ。そっから、なんか、スーって風が、外に出てるでしょう、ほら。ほら。スースーするでしょ、こみかみが、ほら。あまり感じない？感じなくていいよ。ほら。体が楽になってくでしょ、こうやってれば、ほら。免疫低い、免疫がどんどん上がってる。ほら、どうかな？さっきと違うでしょ、ほら。さっきは、その楽さが違うでしょ、ほら。腰も痛くないでしょ、ほら。どうですか？肩からエネルギー入る。そのエネルギーが有効に動いてる、ほら。心臓の働きが良くなってきてる、ほら。免疫力自然に上がってきてる、ほら。そうすると、五臓六腑が正常に働く、ほら。どうですか？今、気持ちがどうかな？さっきと。はい。肩が楽になる。当たり前。なるが、それが当たり前。腰も楽。そこら中が、ほら、楽になってくる。最後に、こめかみが痛いのが取れます。はい。どうかな？心臓が楽でしょ。呼吸がすごい楽でしょ、ほら。なんか気持ちが楽でしょ、ほら。あれ？なんか違うなって感じになりません？ほら。ほら、気持ちが楽なんでしょ？それは免疫力が上がったから。これを続けよう。ほら、楽なんでしょ、ほら。ほら、それは、下からの気が上がってたんですよ。それなぜ上がったかって、心臓が正常に働いたから。ね。心臓弁膜症だかなんだか知らないけど、そのなんか免疫が弱かったんでしょ？それが免疫力が上がってきた。ほら、心臓がよく働けば血がどんどん流れる。流れや呼吸も楽になる。はい。そうすると、ほら、気持ちが楽になる。気持ちが楽になると、ほら、どうですか？風邪がなかなか治らず、痰が良く、それは、心臓のとこに免疫力が逃げる穴があっただけ。それだけ。風邪の治らないんじゃないの。風邪じゃないんですよ。免疫が下がるから腎が衰えてくるの。腎が衰えると冷えに弱くなる。そうすると風邪ひくの。で、背景がダメになってるの。呼吸がダメだから風邪ひくの。背景が悪いと風邪もひくの。痰が出るの。それは気が流れないから、そこに、なんつうんだ、なんつうか、邪気が溜まるの。ね。それだけなの。だから、あなたはどこも悪くないの、本当は。心臓の免疫が下がっただけ。わかりました？それが鍋で治るんですよ。鍋の蓋で。信じられる、あなた。信じられないでしょ？これをアルミホイルやればもっといいの、これ。反射効率が強いから。心臓のエネルギーが出ていっちゃうのかね。それが、これに反射するわけ。鍋の蓋より、ね、鍋はアルミじゃないから、反射効率が悪いわけ。これをアルミにしてみれば、もっとスコンと戻る。それで、ただアルミじゃなくて、こういうのを作る。これわかりますか？これ雑巾じゃないですよ。アルミ、あれでしょ？こうアルミ。アルミをこうやって、こういう風にする。あ、買ってきます。買ってきた方がいいよ。でアルミホイルを、このほら、ふんどしじゃないですよ、これは。タオルを興奮する。で、丸める、こうやって。わかりますね？そしたら、ここ、ミシンで縫う。ガリ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 。お母さんに縫ってもらえ、あ、お母さん、彼女でも縫ってもらって。それができたのが、この、免疫アイテム。自己免疫治療療法っていう、このアイテムができます。で、これを、こうやって胸に置いとく。ね。で、悪いとこ、例えば、手が悪かったら、点とこく。あ、女性や。ごめんなさいね。女性だったんですけど、ごめんごめん。やってください。こう、胸のとこを置いとく。女性じゃ、下の方に置いとくと、ね。婦人病も治るから。わかる？こういうふうに立てて、下に置いとくと、婦人病。子宮の病気も治ります。それで。
良くなるからね。わかりました。じゃああなたは多分便秘か下痢どっちかでしょ。多分便秘だね。便秘とは悪いけど、女の人は便秘多いね。ピーピーもいますよ。心臓悪くてもピーピーになる人います。もしピーピーだったら、これを作って、あなた縫えばできるすぐね。今から作る。これを作る。アルミどっかから、どっからそこら行って買ってくる。で、これ、タオルを外しよう。で、あなたの色を見る。はい。これただ黄色だけど、はい、生年月日言う。そうしないとなぜダメかっていうとね、これなんです。これ。これは私は黄色だ。ここにいるから黄色で作ってる。あなたこのどっかにいる。生年月日言うと、例えばここにいるかもしれない。ここにいるかもしれない。ここか、わからない私は。だから言ってくると、ここですよってやって、黒やったら黒で作った方がなおいいわけ。わかる？色のコントロールをする。それで、ここだったらどういう風にあなたがコントロール、12月 ?13 日、何年の12月？それを言わなきゃわかんない。12月じゃわかんないでしょ。歳がバレるの嫌だ。でもここまで言ったらいいじゃない。本当に治ったでしょ。あんた心臓がダメなんだよ。な、歳なんてどうでもいいの、そんなことは。心臓を治さなきゃダメでしょ。心臓を治せばあなたどんどんおかしくなるよ。心臓が悪く、あ、1970、ちょっとごめんなさい。1970年、あ、わかった、ちょっと待って。1970、ちょっと待ってね。70年。どこだ ?71 年。あ、三匹木星。1974歳。はい、三匹木星、これ。はい。ここです。あなたはここです。もう緑。いいですか ?DM さんおはよう。緑です。で、親星が黒、子星が赤。これ言ってもわかんないと思うけど、あなたの色は緑だから、緑をこのジャケットに着る。何でもいいからね。で、上が黒。黒はまあ、髪の毛が黒だからいいでしょう。で、スカートを赤系を履く。ね、スカート赤系、ズボンでもいいですよ。で黒はまあ髪の毛が黒だからそれでいいでしょ。で、緑着てください。ね。そうすると気がよく流れる。気がよく流れれば心臓の働きもっと良くなる。わかりましたね。で、赤いなんだっけあの、腰巻きじゃない。スカート赤系、ピンクでもいいです。わかりました。50でちょっとピンク。まずいから。まあ何でもいいや。わかったね。わかりました。それで、あなたは、色は白が苦手。はい。白色を大嫌い。もし白色が好き、あなた多分今白色好きでしょ。心臓おかしいから。おかしいって病気じゃないよ。穴開いてるだけね。あなたは白大好き。大好きじゃないよ。赤はあまり着なくてもいいけど、赤、あの、下に履く。赤は、スカートに履く。わかったね。それ、これ守る。それで、白色あなた苦手でしょ？苦手じゃない白好きですか？好きっていうことはあなたの体に異常がある。今は白が好きだよ、ちょっと。好きじゃない青が好き。あ、それ、なおいい。白が好きじゃないっていうことは、一応体は、この白が来て受け付けないんですよ。私は自分でできますよって言ってるから白が好きじゃないの。これ正常なの。白を好きになると、あなたの心が弱ってるの。三匹は強いの。強い、自我が強いから、白を今度、どうなんじゃないよって言ってるわけ。ね。だから、それでよろしい。青系、青もよろしい。青か、緑、それがあなたの色。それをどんどん自分だと思い込む。で、そうすると、心臓の働きももっと良くなる。わかった。それで、これ作るときに、わかったね。青か、緑で作る。わかった。それであなたは便秘してるでしょ。わかりました。それ言いたくない。言いたくなかったら言わなくていい。便秘も治る。腹に乗っけとけば。わかる？で、腰にも巻く。じゃ、体中巻いたらいいや。どうせ仕事、ほら、便秘でしょ。だから便秘も治るから。それは、ね、実してるの。木が。肝木って、ね、木、あなた目悪いだろ。メガネかけて目が悪いだろ。ね、書かなくていいよ。だいたいわかるわ。まあ、そういうことで頑張ってやってね。はい。わかりました？ OK ですね。はい、バイバイ。
ここをね、よく見てなさい。聞いてると、いろんな人がいろんなことやってるのがよくわかるから。私は朝昼晩こう出てるから、岸貝みたいに。で、手振ってますから。これいいでしょう、ほら。今、ほら。波動を送りますよ、ほら。もう今すごい心よい。鍋で蓋してても、しなくてもいい。いかい？それで、もっといいか？音叉鳴らすか、いかい？これで外部オーラの穴を一時的に塞ぐから、いかい？今はね、鍋乗っけなくても同じ状態が瞬間的に起きる。だけど、これ長持ちどうかな？わかんない。だから、アルミを買ってきて早くやる。かい？5回鳴らすから。おそらく5回鳴らすうちにあなたは、そこら中が痛くなくなる。体ですごい楽な。いかいよ。はい、1回。はい、2回。はい、3回。はい、もう相当いいわ。はい、4回。人間関係つらい。わかるわかる。はい、5回。はい、これ最後まで聞く。はい、おしまい。これで一応強制的に外部オーラは閉じましたから、すごく楽でしょ。鍋を置かなくても楽でしょ。心臓のとこへ。ね。はいはい。はい、よかったね。はい、パチ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 。はい、合格なんて言ってますけど、楽でしょうね。はい、それでいいですよ。頑張って今すぐ急いで言う。急いで言うじゃん。急いで、ほら。カーショップじゃねえ、ショップに行って、アルミホイル買ってくる。それで、自分家にある緑、青の、あれで、何、色だけ、ちょっと待ってね、今。よいしょ。はい、終わったから OK よ。はい、OK、OK。作ってください。即作る。で、利用者なんですか？あ、どこ、ちょっと待ってね。よいしょ、写真に、これ、保存。1962月、ここ、あ、2月正常生まれね。普通です。早生まれでもない。62年、はいはい。はい、時刻土星。あ、その方は時刻土星、ここです。ちょっと待って。よっこいしょ。はい。時刻土星です。わかりました？で、その人の性格は、ねちょねちょ型。わかります？ねちょこねちょこ、人にへばりついたら。はい、ちょっと、ことでへこんで体に来て。ああ、体がもうこれで治っちゃうから。へこみも治る。だから急いで、ほら、どっか、量販店じゃねえや。どっか、果物屋じゃねえ。あの、アルミホイル売ってるとこへ急いで行く。で、アルミホイルを買ってくる。それで急いで縫う。それで終わり。はい、すいません。これ、あなたはね、時刻、あなたじゃねえや。1962年2月9日、時刻土星。この人の性格は、ねちょねちょ型。へばりついたら、こう、ねちょってくっついちゃう。それで、しつこいです。すごく。ね、マグマで言えば、下のマグマ。マグマっていうのは、ペタッとくっついたら、ずっとついてるでしょ。だから、少しさらっという方向性に、この子が変われば、なおいい。わかりますね。で、時刻だが一番下で、虐げられてるのが、土星の中でも、こう、一番下だから、なんか私上行きたいっていう、そういう欲望を持ってますね。はいはい。で、ねちょねちょでへばりつく。だから、夜なんて女だったら最高の女の子になれるわけ。ねちょねちょってへばりついていくから。わかりました？女だったらそう言ってみな。その通りだから。はい、そういうことです。はい、どうぞ次の方。はいはい。お、来ました。じゃ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 ん、じゃじゃん。ラクさん、オッケー？ラクさん、こんにちは。あ、ディオさん、どうも。ラクさん、どうします？ラクさん、はい、ラクさんだっけ？ラか。ラク、ラ、ラ、
あれ消えちゃった。はい、サンキュー。はい、何？あ、ルカさん、ルカさん、ごめんなさい。ルカじゃラカさんなんですよ。人間関係解消しか、どうしたら、まあ、それはいいや。あとで。ルカさん、おはようございます。今、夜ですか？はいはい。どうですか？お顔出しできますか？ダメだったらいいです。そこで見ててもいいですよ。招待していいですか？一応招待します。はい。